ですが、リングチェックでリングに上がると自分の動きを入念にチェックしながら汗を流したりと、いつでも試合が近づいてくるにつれて大きな声を出す音が聞こえたりと、かなり気合を入れている様子が伺えます。リングに向かう途中、自分も行くと言って聞かずスタッフに止められる一場面もありました。そして永田選手については、It's time now! 出てまいりました。故郷に平和がある男。この男の脳内には荒涼たらしみと戦を越えて、彼が見つけたオアシスは K-1 というされるか。今日もまたプロレスラーのプライドをぼったるのか。クロアチア出身ミルコ・クロドにはホイス・グレーシーがついている。柔術あるいは総合格プロレス対策はバッチリか。このミルコ・クロコップの丸太棒のような怖い祈るような仕草。さあ5本胸に手を当てている。れっきとしたプロレスキャリアにした永田。この K-1 との戦いは永田自分自身への道場破りなのか。出身アマレス優等生、ご覧のように見た目は温厚な内面。光るペンダント、この鎖を取ってあの B アンビシャス大使を抱けの文字が The Blue Corner ミルコ・クロパー出ました。現職警官現在休職中、ユージー・ナガタ出ました。ナガタリング上に据えている。睨み合った、相まみえる形になりました。警官としてミルコ、射撃の腕を見る限りにおいてもな、もう永田は射程得意技、永田ロックスリーが出るかもしれない。そんな風に余裕で語ってもおりました。注目のイエローカード3回で失格フリーノックダウン制、ミルコのハイキックが注目の第1ラウンド。おっと永田がスッと入っていった。脇を刺す形になりました。これはさあ左に対して左を出さんという、おっとなんだこれは。いきなり決まってしまった。されていきなりどうしたこれは。これはそんなたまるぞ、スタイルのようなキック一戦。永田選手覚えてない、何が起こったか、脳震盪で一瞬記憶ないですね。質問あっけに取られている感じ。桜庭さんどうですか、はい、すごいですね。あの一発永田を逮捕してしまった現職警官ミルコ。永田も倒せなかった、藤田も倒せなかった。そして永田もいきなりハイキックを食らって脳震盪あられ、プロレスラー永田全くいいところなし。己の才能実力を見せつけスローモーション。この左のハイキックはね、はい、打撃の角度、はい、得意ですからね、はい、ちょっと途中下まで上がって、下から上がってきて、途中からこう角度が変わるんですね。二段式と言いますか、はい、これには永田歯が立たなかった。あっけに取られてこのマットに沈んでしまいました。このバーリテュード1戦目ミルコが一瞬の勝利、永田をものともしませんでした。